ネタだったら、まあ、専務あんまり買うことはないのですが、それ何それ。いやいや、ワニがあったのね。G-SHOCKと、ナイキスニーカーと、それと、あと、あの、アクションフィギュアのスポーンというのは、もう、アメ村では、そういう三種の神器みたいなもので。専務と遊ぼう。はい。今日は、専務のですね、プラモ屋さん探訪なんですが、日本橋ということで、まあ、プラモというよりはですね、フィギュアのメッカですから、まあ、専務さんがもうずっと昔から行ってる洋物怪物系のですね、アストロゾンビさんというところに行こうと思ってます。ということで今日はですね、化け物といえば古田、生き物フィギュアの古田君に今日はゲストとして来てもらいました。いらっしゃい、はいはいはい、よろしくお願いします。古田、日本橋ってたまに来んの？たまに来ます。何買うの？大体フィギュア買うの？やっぱり何も買わないですね。でしょうね。美少女フィギュアは買ってる古田が見たことないし、化け物はなんか似合ってる気はするが、ね、見て帰ってきしまう、はい、今日は久々のアストロさんのところにお邪魔しようと。正式名称はアストロゾンビですが、まあ、僕の場合はアストロさんと短縮して呼んでますので、今日は楽しんでいきたいと思います。今回の、フィギュアを買う予算なんですけども、はい、1万円を考えております。興味だから1万円って1個も買えないことが多くてですね、まあ最低でも1万円ちょっとまあ超えても安心できるから、1万円では1個も買えない場合が多いので、1万5000円ぐらいやったら、まあ2つなんとか買おうかなというところですかね。はい、分かりました。5000円で1回ちょっと頑張って考えてみましょう。本来はお店7時でまでやってるんですけど、今日はですね、イベントと、まあ、こういう撮影ということで、お店の方を特別開けてもらってですね、お願いして入ろうということになっておりますので、カメラ入ってもええようにですね、お店閉まったけどわざわざ開けてもろて、の入店でございます。とりあえず地下1階がフィギュアショップなんですが、上の方2階の方がですね、プラモも置いてる、まあ、僕がよく行くパターンはこっちの方がメインでございます。ここはですね、フィギュア、まあ、本当にアメリカのアクションフィギュアと呼ばれたりとか、まあ、直輸入ものが結構多くてですね、特にホットホイール関係のネタだったり、まあ、専務あんまり買うことはないのですが、それ何それ。いやワニがあったのね。ワニが GI 上のワニって何それ。何でしょうね。これお安いじゃん。おいくら？8990円。あ、2個しか買えない。1個しか買えないな。最近のおもちゃはみんなほら、特にアメリカ、日本の今円が弱いからね、海外物が 2,3 割は高くなって、前やったら2個買えたが1個しか買えんよとか、なかなか悲しゅうございます。あまり前もインタビューの答えたかもしれんが、基本的に専務はおもちゃの国の人ではなく模型の国の人なので、ただこういうおもちゃもまあお商売上やっておりますし、研究用というか、まあ資料には使う。でミニケチャーカーもたまに並べるのに面白いが。古田さんはどうですか？僕もあんまり買わないですよね。買わないですね。僕は動物系なのでさっきみたいにワニみたいねとか、それでワニだけしか反応しないからね、こうやつね。でも洋画はもちろん好きですよ。好きやけど買わんよね。買わんよね。っていうか他に買うものがあるのでお小遣いが足りなくなっちゃう。ああ。そうなんです。お小遣い制なんですか？そう、普段も厳しいお小遣い制なのですよ。厳しい。額は3万円ぐらい。そんなもんなのか、天下の古田君が。でそうですよ、半分は餌代でなくなっちゃう。あ、動物買うからな。餌といっても生き物の餌代ですよね。生き物の餌代。はい、でここの階段2階に上がっていくとですね、まあ、どんどん怪しさがどんどんこの T シャツもそうですけどでございまして、こちらがですね、アストロジア2階のメインの戦場でございます。でもう店長の、藤原さんですね、
もう、おそばなす、今日どうも、本当こういう時また今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそ、いらっしゃいませ。いやいや、はい、ここのアストロゾンビ開店したのいつだったんでしたっけ？最初あの通称アメリカ村と呼ばれている、はいはい、西新斎橋のところで、はい、中央区でやってまして、それが93年だったんで、93年ですか、今年で、はい、今年で30周年、ちょうどディノアライブを僕らもあの恐竜のイベントやったのも93年やから30周年ですか。あ、でおめでとうございます。海洋堂さんもアンテナストアを当時アメリカ村にでしておられたんで、はいはい、あ、そうか、専務からお聞きしたのかな、東京の秋葉のラジオ会館、はいはいはい、あそこがもうえらい盛況やいうことで、はいはい、もう僕らももうあの日本橋、うん、何話区の日本橋を大阪の秋葉化するでって言って、もう向こう行くからついといでやって確か言うてくれはったんで、そうやね、僕らも秋葉原がうまくいってるから、僕らも、はい、物件をこっちで探さなきゃって、確かそういう流れだったんで、そうだったんですね。なんで2000年か2001年から日本鉢で映画をしてます。ちょうどお菓子のおまけバブル、うちらフィギュアバブル真っ最中の頃ですからね。はい、あの時は良かったなぁ、もうだな大儲けできたからいっぱいボーナス、今もうせちがらうなって貧乏な海洋堂さんでビビでも情けないんですが。あ、でもそんだけ、はい、そうですか、はい、アストロゾンビ30周年なんですね。はい、もうついていかせていただきます。いえいえ、何をおっしゃいますやら、はい。でもアメリカのそういうほら、あのイベントに顔出してはったっていつ頃ぐらいが。僕ですか、はい、もうだから80年代の終わりからちょこちょ、2回か3回行かせてもらって、はい、一番最初のイベントでどこやったんですか。93年のフェイマスモンスターズ35周年イベントっていうのが、はい、お店のオープンの仕入れを兼ねて、はい、ハリーハウゼンに初めて会えるんちゃうか、レイ・ブラッドベリーに初めて会えるんちゃうかっていうので、はいはい、そこからですね。それからあれ、どこ、場所はどこやったんですか。パサデン、それともロス、ワシントン DC の近くのバージニア州ってところですね。そうですか。あまりワシントンの方でイベントって割と少なかった、そういうのあったんですか。多分ね、そのフェイマスモンスターズの、あ、フェイマスモンスターズ、はいはい、アッカーマンさんから、はい、その出版のあれを引き継ぐ会社がその辺だったん違いますか、ね、あ、そういうことか。それでそれとプラス、まあ、あの辺こう全米の真ん中ら辺からみんなこう、はいはいはい、はい、なるほどね。で2年後に、同じそのフェイマスモンスターズのイベントは、はい、あのハリウッドでありました。あ、ハリウッドでやった。はい、ユニバーサルスタジオの近くで。あ、そうなんだ、はい、あ、それはそれは、その頃からもう買い出し日本のものを売りに行ったりとかする。あ、そうですね、売って、はい、買って、タイミング的にマクファーレントイっていうとこからスコーンっていう、はい、出始めたとこか、びっくりするぐらい大ヒットになって、これは日本でも火がついて、はい、それでマクファーレントイっていう小さなメーカーが、ケナ、当時ハスブロがケナーだったから、はいはい、ケナーとかの会社をこのままではあかんということで、フィギュアのクオリティを一変に上げるその起爆剤になったんです。なるほどね。マクファーレントイが全ての始まりですよな。で95年ぐらいにその、はい、ルーカスのスターウォーズが、はい、その THX 版っていうので、はいはい、新たにそのデジタル化して綺麗にもう一回劇場公開するっていう時に、それに合わせてケナーが新しいスターウォーズのフィギュアのラインをドーンと出したんです。はいはい、あの時は結構日本でも ああいうリメイク、何ていうかね、なんかそういうシリーズがあった THX 版の方がやる時、結構あの時ようフィギュアが、そのケナーのだからあれが復活したから要は売れたりとかして、はい、一時市場広がりましたよね。あとそのちょうど日本も含めて93年にトイストーリーが、はいはい、あ、そうかそうか、トイストーリー大ヒットして世界中で、はいはいはい、でみんなそのおもちゃを、もともとは子供のために作ったもんだけど、もう老若男女みんな一生懸命になって、それプラス日本でいうところの戦隊もの、はいはい、あれがアメリカのパワーレンジャーで大ヒットして、はい、はい、だからもう世界的にすごいフィギュアブームが来ちゃって、はい、で日本だとだからその当時スニーカーとか集めてる人まで、ね、スポーンを集めるような社会現象が起こって、はい、そうですね。うちもだから日本橋じゃない、アメ村でうちの当ててうちの担当者白川なんかもですね、靴屋さんやってやったんですよ、うんうん、
靴屋と G-SHOCK とナイキスニーカーとそれとあとあのアクションフィギュアのスポーンというのはもうアメ村ではそういう三種の神器みたいなもので、もうみんなそれにねおしゃれなフィギュアファンがやって、まあでも僕らもでもあのスポーンが最初に日本でわーわー売り出されたのは96年ぐらいで、あれ見て頭ボーンとぶん殴られた感じで、なんちゃこらーってあのクソみたいなクソみたいなまあ幼稚なアメリカおもちゃがこんなに進化してるよ、やられたよ、ドライブラシにウォッシングやっとるやんっていうことで、97年のそこからすぐ96年にこれはやられっぱなしではあかんでということで、初めてあのアクションフィギュアのケンシロウを作ったのが97年の年末に売れたんで、売り始めたんで、まあ、あのスポーンがなければ僕らこんな中国での生産なんか全然することなかったので、そうかあれかそれからで日本に入れて売ってはったんですね。ああもうその辺がもう稼ぎ頭でした。あそれプラスまああのいわゆる海外のキャラクターのガレージキットが、はいはい、当時はレジンキットたくさん、はいはい、あのありましたね、出てましたんで、はい、まあうちはそれを結構あのメインに販売させていただいてましたね、はい、あそうなんです。ガレージキット多かったですよね。はいはい、なんかもうあの今ではほらあの有名メーカーになったあそこあの頭がもうあのほらあれ出してるところフリックスで あのガレージキット出してるところ、あサイドショー、サイドショー、はい、サイドショーってのは今やもうでちょい少し前ぐらいからはホリストの光学完成品のメーカーですけど、はい、当時はガレージキットからですよね。あそこも最初マットモデルパーティーっていう、はいはい、マットモデルパーティーありましたね、イベント始めはって、はい、もちろん日本のワンフェスとかとは比べ物ない小規模なんですけど、はいはい、好きな人が集まって で、ね、だんだんだからあのメーカーさんに大きく、最初だから自分らが好きなのもあったんでしょうけど、ユニバーサルモンスターズメインだったんですけど、はい、宮城専務もあの本にされてる米田くん、米田さんもですけど、ピーター・ジャクソンさん、ピーター・ジャクソンのロード・オブ・ザ・リングが世界的に大ヒットして、はいはい、それであそこがメインの株主になられて、そうなんやね、電気屋向こうで作ってサイドショーが、はいはい、なんかスター、はい、スター・ウォーズもロード・オブ・ザ・リングも何でももう半券おっしゃいおっしゃいになったんですよ、はい、今でもでもなんかすごい今日なんか穏やかな髪の毛ですが、あの当時はアメリカのイベントで行って売ってはる時はもう七色どころかなんかすごい髪の毛の色してパンキーなカナリアな感じで、もうパンキーなすごい、とにかくあの覚えてもらってなんぼやろみたいな感じでやってましたからね、はいはい、で日本からそういう日本のフィギュアを持って行って売りに行ってるディーラーとしてすごい有名で、そこで買い付けてまたそれを日本に持って帰ってこうやって売ってはるというのが、まあ、すごいエッジの効いた商売してはった。アメリカにもあのもう歴史古いんですけど、同じワンダーフェストっていう、ワンダーフェスティバルじゃなくて、はい、ケンタッキーでやってるワンダーフェストっていうイベントがありまして、はいはい、1回目にちょっと行ったことがあって、はい、あのワンダーフェスト あの解説はそれでちょうどその辺あたりからですね、はい、今日もあの、まあ、あの行人坊としてあの、はい、まあ藤原さんだけではなくて、その X プラスをこっちの方にあ あのですね、元今も怪物屋さんの社長と社長もおいで、それと吉尾さんと林さんと社長も来てはるんですけど、岡本さんどうぞ、岡本さん、岡本さん、この業界ではもうすごいんですよ、はい、よろしいですか。それでまあこういうコメントのご歴史、まあ洋物に詳しいというか、でそれこそ X プラスといえば、まあみんな泣く子も、まあ泣く子は黙れへんけど、泣く子はあんまりおれへんし、そういう知らあのこういう日本の中では堀田君もこっち来といたけど、まあそういうねあの濃い人たちの洋物あの模型および、最近はいろんな特撮関係いっぱいやってはりますけどね、ちゃんとしたこの辺の押さえ方というのは下に骸骨ゴロゴロ転がってるし、イラストがそのまま立体化なったようなものですよね。喋ると止まらない、こう喋れず